かつけ！俺は絶対にお前に負けねえ！トバリ、俺はお前を倒す！ライウ、コーナーに突っ込みすぎよ。うるせえ！あかつけ！カスミはコーナーの立ち上がりで焦りすぎ。トバリ、倒す！はぁ、このままじゃサタデーナイトミリオンで勝てっこないわね。ライウ、あんた暁を意識しすぎよ。はぁ、なもん当たり前だろ。俺はあいつに負けたくないんだよ。負けたくないんだよじゃないの。さっきカーブでライン外してたじゃない。うるせえ。次はもっと上手くやってやるよ。あんたもよ、カスミ。トバリを倒す。あんたたち、このままじゃ勝てないわよ。自分でも分かってるんでしょ。ライバルを意識するのは当たり前だろ。何が悪いんだよ。これ、ここ3日間のあんたたちのタイム、全然改善してないじゃない。じゃあどうすりゃいいんだよ。任せなさい。いい修行があるわよ。いい修行？それをこなせば本当に勝てるのか。ええ、暁と戸張は実践しているそうね。嘘だけど。あ、マジでか。絶対やってやるぜ。この子たち単純ね。あんたたちに足りないのはズバリメンタルをコントロールする力よ。ここで1週間修行なさい。うん、なるほど。寺か。こんなの楽勝だぜ。あいつに勝つためなら何だってやってやる。トバリを倒す。二人とも大きくなって帰ってくるのよ。さて、どう仕上がったかしら。待たせたな。いい朝だ。あんたたち、いい顔になったじゃないの。勝てる気しかしねえ。ああ、生まれ変わった気分だ。じゃあ早速、修行の成果を見せてもらうわ。行くわよ。あ、あそこに暁とトバリがいるわよ。暁、トバリ、倒せ。はあ、全然ダメね。私が甘かったわ。ノイ、どこなんだよ、ここ。何も見えん。あんたたちが勝てるように、さらなる策を講じることにしたの。なんだ、ここは。だだっ広いな。あんたたちのために特別に用意した施設よ。施設って。今からあんたたちには極限に追い詰められた状況下で集中力が必要な作業をしてもらうわ。拷問の訓練か。人聞きの悪いこと言わない。より高いメンタルコントロール力を身につけてもらうためよ。んなこと言われても意味わかんねえよ。それになんだこの部屋、モニターだらけじゃねえか。一体何のための。拷問の訓練なんだろ。お黙り。それとあんたたちには脈拍の計測器もつけてあるから。いつの間に。やはり拷問の訓練か。なんて手が込んで。一体ここで何をさせる気なんだ。今からあんたたちにはこの部屋で30万個のドミノ倒しを作ってもらうわ。はあ、30万個。それだけなのか。ええ、それだけよ。密閉された空間で与えられたノルマをこなしなさい。これもれっきとしたメンタルコントロールの訓練よ。
よっしゃ、ドミノ倒しを完成させればいいんだな。かすみ、さっさと始めようぜ。ああ。てか、何なんだこのモニター。はっかつけ、とばり、いったー、倒せなんだ、何が起こってるんだ。ああ、言い忘れてたけど、そのモニターには暁と帳の映像がランダムで表示されるようになってるわ。なんだと。それと、あんたたちの脈拍が乱れると刺激が与えられるようになってるから。何？いったつまりこの機械ビリビリマシンじゃねえか。これだと簡単には完成しない。なんという拷問なんだ。いいの？このままじゃ暁と帳に勝てないわよ。クラウド、てめえ測ったら。悔しかったらさっさと完成させて出てくるのね。なんてやつだ。くそ、絶対完成させてやる。暁！トバリ、倒す！いったー！くっ！よし、このドミノを置けば、このエリアが組み上がるぞ。トバリ、倒す！わ、いきなり動くな！すまない。おい、あとちょっとだぞ。ああ、ストッパーを外す。はっかつけ、止まり、倒す。10万個。今度こそいい顔になって帰ってきたわね。さあ、かすみ。ああ、倒す。さあ、生まれ変わったあんたたちの走りを見せて。おや、任せろ。あら、先客かしら。あの車を。それにしてここまでライバルに執念を持ち続けるなんて。あの子たちにとってライバルっていうのは案外走るのに欠かせない存在なのかもね。